ということで、天気が気持ちそうですよね。 こんにちは。ゴー,ゴー倫理の時間です。この番組は、ギノワン市倫理法人会の提供でお送りします。時刻は1時を回っています。毎週金曜日のこの時間、リスナーさん一人一人が幸せな人生を送れるような気づきやヒントをお伝えできればと思っています。今日のお相手は、FM ギノワン田辺由紀です。 ギノワンヒルズ通り沿い FM ギノワンのスタジオから生放送で1時半までお送りしていきます番組前半は職場の教養より本日のお話を紹介しますそして後半は万人幸福のしおりからお読みしたいと思います皆様よかったら最後までお付き合いください この番組ではメッセージも募集しています。メールアドレスは七九七アットマーク f m g u i n o a n c o また、f m g u i n o ではインターネットでサイマル放送を行っています。スマホでも聞くことができるアプリリスラジをダウンロードして、いつでも聞くことができます。そして、ユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワ湾のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。皆さん気軽にコメントしてください。今日この FM ワ湾のスタジオからは、本当に真っ青な海が見えています。水平線がくっきりとして、本当にこんなに青い海、久しぶりに見ました。これは夏の色ですかね。 海の上には真っ白な入道雲がいくつか浮かんでいます。今外を歩いてきたんですけれども、本当に暑いですね。日傘を差してはいたんですけれども、いつもより同じ距離のところが倍ぐらいに感じられました。あ皆さんも暑いんですが、あのー、外を歩かれたりする場合は本当に日陰を選んで、 そして家にいる方もね、水分補給を忘れずに、暑くてぼーっとなる前に飲み物、お水飲んだ方がいいみたいですよ。皆さんいかがお過ごしでしょうか私は暑いのはあまり苦手ではなくて好きな方なんですけれども、暑さに強いわけではなくて <laughs>、ついついぼーっとなる時があるんですけれどもね、危ないですね。 で、外も歩くのが好きなので歩くんですけれども、もう日焼けして大変です。また日焼けするとね、このホテってしばらくこのクーラーの中に入っても暑いっていう状態がね、続いたりするんですけれどもね、ちょっと落ち着いてきました。<laughs> はい、では始めていきましょう。今日はね、あの7月7日金曜日ということで、七夕ですよね。まあ、 今日の天気見ますと晴れです。晴れマーク一つなので、夜の、ね、降水確率も10%となっております。星を見るのが楽しみですよね。また、あの曲の後にそういうお話もしていきたいと思います。では、一曲お届けします。キャリーパムパミュパミュで、原宿イヤホイ。 キリンさんこんにちは15日っつったら来週パラフレーズファーストアルバムのディスニーリリースゴールドコンサート前夜祭 <coughs> もうちょっと説明がないと紹介できないっすね <laughs> しかも初めましてじゃないですか高坂さんキリンさん どんなどんな音楽ですか。ルドロフサハイサイ。二回目ですね。はい、大打です。金曜日は。金曜日はね、赤ちゃんいらっしゃいだけなんですけどね。また出ています。大打です。ちゃんお母さんはもうお昼食べましたか。ワンツーイヤホイ。いい 今日は私はカレー食べましたよ。美味しかったです。市役所の前でカレー移動販売してて。あっこにするかっちゃんゆきゆき今昼休みはま寿司から感じ。今日は今日はいつもより豪勢じゃないですか？<laughs> 何個食べるかの問題ですけどね。ああ、いいですね。もうこう暑いとね。食べるもの決まってきますよね。 私はカカレレーー食べたんでですすけど、やっぱ暑い時にカレーいい時にね。しかもなんかあの辛さ自由に調節してねって感じで辛いのをもうつけてくれたんで自分で調節しながら結構辛くして食べました美味しかったしかもでっかいチキンがいっぱい入ってました腹づくでいイヤホイ Hmm, <laughs> ああ、YouTube を聞けとはい七月七日、豪豪倫理始まっています この番組は、宜野湾市倫理法人会の提供でお送りしております。さて、この時間は、倫理研究所が毎月発行している職場の教養より、本日のお話を紹介していきたいと思います。では、7月7日金曜日。七夕にきらめく星。今から約、 1200年も前にまとめられた万葉集に、七夕を読んだ歌が130首余りあります。七夕は古くからの行事であることがわかります。天の川、火事の時、火事の時こゆ、彦星と、七夕爪と、今宵あうらしも、歌の意味は、 天の川に火事の音が聞こえる、彦星と七夕爪星が今夜会うに違いないことよ、です。星空へ抱くロマンは昔も今も変わらないようです。ところで、七夕を新暦の7月7日に行うと、梅雨の真っ最中となってしまい、晴れる確率は20数パーセントしかありません。 しかし、旧暦で行えば、一ヶ月ほど遅くなるため、晴れる確率は、五十数パーセントと高くなります。雨の海に、雲の波立ち、月の船、星の林に、小ぎ隠る見湯。これは、広々とした大空の海に、雲の波が立って、 月の船がたくさんの星の林の中にこぎ隠れていくのが見えることだ。と船の形をした上限の月が天の川を渡る様を歌っています。夏の夜には星空を見上げて星の光をめでてみましょう。今日の心がけです。夏の夜空を見上げましょう。 はい。綺麗な和歌が2種出てきましたね。はい。皆さんのところからは星は綺麗に見えますでしょうか FM 麦野湾がある急な普天間あたりはそうですね。そこまでは綺麗には星が明るく見えるところではないので、割と都会なのでね。なんですけれども、どうかな天の川もこの場所からは うっすら見えるか見えないかぐらいですけれどもねもうちょっと北部の方に行ったら天の川も見えるでしょうねちょっと今日は天気も良さそうなのでね星を見にちょっと暗いところにね行くっていうのもいいかもしれないですねまあお話の中に新暦7月7日だと梅雨の真っ最中ということが出てきましたけれどもそういえばそうですけども沖縄は梅雨明けていますからね 今日はいい天気ですよ。そういえば私もね、あの京都出身なので、うん七夕ね、なんでこんな時期に、だいたい雨、<laughs> いつも雨っていうね、イメージでしたね、そういえばね。うん、でも、旧暦だと1か月遅くなるっていう場合が多いので、旧暦だと見れたっていうことですね、昔ね。今日の心がけは夏の夜空を見上げましょう。 いいですね火事の時固有というのが出てきましたけども、火事というのは水をかいて船を進めるあの道具ですねあのオールとかのことですかね天の川を船が漕いでいくその音ってどんな音でしょう綺麗な音でしょうね普通の水の音と違って星をかいている音ってキラキラしてそうですね まあ、いろんなことが想像できて、ロマンチックですね。今日は沖縄からは、彦星と織姫が会うのが見えますね。楽しみです。皆さんはお願い事とかしましたかね七夕といえばね、飾り付けされてるあの商店街とか、昨日、あの、 ちらほらほ見見ますすすすけれれどもすごい綺麗ででよね私あれ見るのが大好きです七夕飾りあの笹の葉に折り紙で作った七夕飾りぶら下げたりとか短冊をぶら下げたりとかね小さい頃はしたと思いますけれども大人になるとなかなか子供がいないとやらないかもしれないですけれどもね皆さんもちょっと短冊ぐらいは書いてどこかに吊るしてみてはいかがでしょうか。 以上、職場の教養7月7日のページをご紹介しました。では、1曲をお届けします。レディオヘッドでクリープ。 カレーにソースかけるんですかカレーにソースかけるってなんかめっちゃ懐かしいわ。ちっちゃい時家でや,やってたわ。やってた、やってた。あの家のソース入れと一緒に思い出しました、今。<laughs> これ関西だけちゃいます。あちこちで笹の葉。あ、そうですよね。お店とかね。商店街とかでね。 あのかいどうぞ書いてくださいって短冊が置いてありますよねこういうのは参加した方がいいですよどんどん <laughs> 名前も別にね誰もわからんような名前書いたらね神様が見てくれるかもしれないヒラヒラしたものには神様があのちょっと止まり止まりやすいみたいで。 ううわててたで <laughs> 何が <laughs> <ん>ああん兵庫は今晴れてるけど夕方から雨やからえん、うん <laughs> そうですよねだから兵庫とかだったら雨ですよね大体この時期はね スイキャスありがとうございますゴーゴー倫理をお送りしております恋するかっちゃんさんは昼休みはま寿司からコンチース <laughs> お寿司を食べながら聞いていただいていますありがとうございます私はカレーを食べました美味しかったですそして、えー、と高坂キリ,ンキリン屋さんは、えー、とあちこちで笹の葉飾られてて短冊を配置してかけるとこあるねって来てます そうですよね。いろんなお店とかに置いてあって、短冊とペンが置いてあってね、書いてもいいよっていうふうに置かれているので、こういうのは参加していきたいですよね。どんどん書いて、神様に願い事をアピールしましょう。<laughs> ありがとうございます。はい。あ、私の織姫様はいつ現れるのやら。お 現れますよ。いつがいいですか。じゃあいつ現れますようにって書いたらいいと思います。<laughs> はいメッセージありがとうございます。一旦 C.M. でーす。いついつ現れるのやら<だ>。うん、えーじゃあいつごい,いですか本当に。七月ですか八月ですか。すか <laughs> カレーにリンゴはじめ入れたこ りんごと蜂蜜が入ってるルーはありますけどね、実際にやったことないですね、生のやつ入れたこと。今日の夕方の放送で織姫に会えるわ。いや、<laughs> 織姫 <laughs>、いいですね。織姫、織姫ってもう名前からして素敵ですよねいや。きっと現れますよ。私もね、誰かの。 誰かに折り決めと思われるように頑張ります <laughs> お送りしている番組は GO!GO! 倫理ですでは今日は万人幸福のしおりから 己を尊び人に及ぼすという箇所を読みます。人は案外浅知恵である。世の中にたった一つしかない宝を一番粗末にしている。その宝は己自身である。昔あるアフリカ人に河童を与えた。雨が降り出すとそれを畳んで脇下に抱え、雨に濡れながら歩いていったという。 着物や金などは大切にする、ケチケチする。また人から悪く言われたりすると腹を立てるが、その実自分自身は一向大切にしておらぬ。いわゆる保健衛生に注意せず命を縮めていることについてはここに記すまでもない。人は働けば健康である。怠ければ体は弱る。それに何とかして仕事を済まい、うまいものは食べたい。 楽はしたいと願う。これは命を縮めたいということになるのである。とりわけて恐れ、怒り、悲しみ、妬み、不足、不満の心。それはただに一切の病気の原因になっているだけでない。生活を不幸にし、事業を不審にするもとであり、己の不幸を招く根本原因であることを知らぬ。 最も己を大切にすることは、自己の個性をできるだけ伸ばして、世のため人のために働かすことである。それには仕事を怠け、研究を怠り、身を惜しんでいてはとてもできることではない。己の一切を学問に捧げ、事業に傾け、仕事に没頭してこそ初めて不思議の働きができる。 己の大きな向上、躍進、完成は、己を虚しくすることである。身を捧げることである。ここに必ず真の幸福が沿うのである。己を尊ぶ心そのままを人に及ぼしてこそ、世界は尊敬の光に包まれ、愛の自由に潤されて、地上の落土が出現する。己を尊ぶの曲は、捧げるにある。 ここに人を尊ぶと、己を尊ぶと、一如の絶対教が現れる。捧げ尽くして己がなくなったとき、一切が己となる。天地が己となる。自他一如死がの絶対教である。人の喜びが、誠の我が喜びである。世と共に喜び、人の悲しみを我が悲しみとする。 小さい己は消えうせて天地と共に生きる不死永遠の絶対恐である己を尊ぶ人に及ぼす尊気気「尊毅求人」というページをお読みしましたちょっと漢字の熟語が多いのであの言葉で聞くと分かりづらいかもしれないんですけれどもハッとすることがたくさん書いてありました。 まずね、あの、最初の方、簡単に言って、この、まあ、自分に、あの、着物をね、カッパ、雨が降ってるのに、カッパ着ないで、このカッパをケチケチして、あの、カッパが汚れないように、雨の中、自分は汚れて、この濡れてしまってもいいから、物を大事にしすぎて、ケチケチしてるっていう、ね、分かりやすい例えから入りまして、ああ、だんだん深い話になっていきました。この短い時間では、ちょっとね、 あとは皆さん咀嚼して、もうちょっと知りたいなと思った方は、ぜひ、倫理法人会にお問い合わせください。倫理法人会に入りますと、このしおりね、もらえるそうです。では、最後に、モーニングセミナーのお知らせです。えー、今日は7月7日ですから、次は7月10日、月曜日にモーニングセミナーが開催されます。朝の6時から7時です。 講話者は琉球大学法科大学院憲法学教授の高田哲美氏です。テーマは憲法と人生。場所はカルチャーリゾートフェストーネとなっております。えー、こちらどなたでも参加することができます。モーニングセミナーに参加して一日のスタートを切りましょう。6時から7時というね、早い時間ですので、朝活、 いいんじゃないでしょうか、えー、もう直接場所にこの時間に行っていただくといいということです、えー、以上モーニングセミナーのお知らせでした お送りしています。5ゴー,ゴー倫理です。さあ、そろそろ今週も時間となってしまいました。また来週もぜひ、この時間にお会いできればと思います。金曜日の1時、5ゴー,ゴー倫理、お送りしてきました。それでは皆様、今週も良い週末をお過ごしください。お相手は FM 技能湾田辺由紀でした。それではまた来週お会いしましょう。